ドジャースの大谷翔平投手30は29日、日本時間30日、日本拠地ロサンゼルスでのオリオールズ戦に、1番 DH で先発出場し、5打数無安打だった。打率2割9分2厘、チームは6・3で勝ち、80勝メジャー1番乗りを果たした。相手先発は新人左腕のポビッチ、初回戦闘はカウント1、2からの4球目。 外角高めの8 2にマイル、約132キロ、のスイーパーを振り抜いた。打球速度104、6マイル、約168、3キロ、の痛烈なライナーに大歓声。しかし、角度19度と打球が上がらずに中堅守が敗走して候補した。1・0の3回、西一塁は通ストライクからの3球目、外角高めの9 1にマイル、 約147キロのシンカーを見逃し三振。3対0の4回虫二塁は1ボールからの2球目、外角低めの796マイル、約128キロのスイーパーに泳がされ、当てただけの中飛に倒れた。53の6回先頭はカウント3。1からの5球目、内角高めの94マイル、約151キロのシンカーを捉えきれずに浅い中飛だった。 午後3の8回虫一塁は4番手の右腕ボーマンと対戦。2ボールからの3球目、外角高めの96マイル、約151キロ、のカットボールを逆方向へ。角度39度、打球速度104、7マイル、約168キロ、で高々と上がったが、人の伸び足りずフェンス手前で左翼手がグラブに収めた。飛距離フィート、 約106、4メートル、だった。ドジャース打線が14安打と爆発する中、ただ1人無安打に終わった。最もタイミングが少しずれただけで内容は悪くない。史上初の43本塁打と43盗塁に昇級しだ。試合前に地区2位のダヤモンドバックス、3位パドレスがともに敗れており、勝ちたい試合だったが、序盤のリードを守って逃げ切った。 30日、同31日空ら敵地アリゾナでダイヤモンドバックスと4連戦まずは初戦が大事だ大谷がバットでチームを勝利に